マドリード都市圏マドリード州とマドリード都市圏の各自治体の人口密度マドリード都市圏はスペインの首都マドリードを中心とした約25自治体で構成される都市圏である。マドリード大都市圏やマドリード首都圏などとも表記される。または調査機関によって構成する自治体は異なるが、 POPULATIONDATA.net は面積を5335.97平方キロメートル2015年時点の人口を632万1398人としている。人口の観点では、スペイン最大、欧州連合第4位、世界第54位の都市圏である。2009年のマドリード都市圏の域内総生産は189億ユーロと、 推定されており、マドリード州の域内総生産の90%以上を占めている。マドリード都市圏の1人当たり域内総生産は37,758ユーロであり、マドリード州の34,53ユーロを上回っている。世界各国の似たような規模の多くの都市圏と同様に、インナーリングとアウターリングという2つのゾーンに区分される。 マドリードの北側よりも南側に大きな都市圏が形成されている。サンセットアルコベンダス高級住宅地を有するポスエロデアラルコン。ありがとうございます。